今回紹介するのは「ちょっとだけ」という本ですこの本は保育園で毎月届く本の中の一冊でした当時3人目がお腹にいる時で次女はお姉ちゃんに長女はさらにお姉ちゃんになるんだよとなんだか自分一人で出産のプレッシャーを抱えきれなくて子供にも分けてしまっていたような そんな気持ちにゆとりのない時期でした帰宅して本を読み出すと内容はまるで次女が生まれた時を描いたような話でしたちょっと待って後でね赤ちゃんのことしてからね自分が言ってきたセリフでいつも待たせ自分は泣いている次女に夢中その背後で長女はなっちゃんのように 私を見つめていたんだろうか。自分はお姉ちゃんだもん言葉にはしませんが赤ちゃんのお世話で大変なママに大変おさせちゃダメなんだもん本当はそうに思っていたのかもしれないなだけどやっぱり私もママにギュッてしてもらいたい見てあげなかったわけではないのですが本当はもっともっと甘えたかったんだろうなそんな 母親としての後悔してる部分が揺さぶられました。ちょっとだけでいいんですかもっともっと甘えていいんだよ。お姉ちゃんになるけれど、あなたも大事な赤ちゃんですよ。二人目、三人目が生まれた時に、みんながママの大事な赤ちゃんなのよ。愛おしい思いを伝えたくなる。上の子をギュッてしたくなる一冊です。二人目が生まれたママ、ぜひ、 読んでみてください。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。